のんちゃんさ、そこの赤いさ、あれある配線ちょうだい。赤い配線、あの、iPhone の充電器。配線、 iPhone の充電器。なんかそっち、左側、左側、コンセント、左側、左、それ、左、はるさん、人体模型くんの悩ましい表情。左、コンセント、それの赤の部分だけちょうだい。白い部分いらない。ありがとう。モスさん、思うんだけど、この放送自体が長編の映画なんだよね。行ってくるよ。行ってきます。スケさんだね、人体模型は。スケさん、あちゃんさん、はい、あちゃんいらっしゃい。海宝さん、こんばんにゃ。はい、こんばんは。じゃあ行ってきます。行ってきます。明け方取れるかな。あ、ちょうどいいね。おっさん、すでに映画の主人公なのに気づかないわ。場所まだ決まってないね。なんだよね。ごさん、場所はもう決まったん？まだ決まってない。ただ早くしないと。あ、開ける、新宿が夜が開ける時間、誰か検索してもらえると嬉しい。矢印ちょ www サムネ www 新宿の夜が開ける瞬間、どこら辺から夜が開けるのか調べてもらいたい。何時頃か。秋江さん、ワドツうまいのは、ん、何がうまいの。あ、曇りだ。曇りか。あちゃんさん、帽子似合ってる、かわいい。ありがとう。パンクブランドの帽子だね。リバーシブル。結構長くなったよ。浜松町駅から第三京浜方面なんかいいんじゃね。いや、 いや、あの、あ、決めた。西新宿にしよう。決めた。ロケーション決めたわ。何時にさ、夜明けか、ちょっと誰か検索してもらえるとありがたいです。時間が間に合うかどうか。明け方の時間調べてもらえるとありがて。秋江さん、サムネの破壊力で笑うわ。サムネ？ごさん、東京タワーと六本木ヒルズと増上寺も見えるし。あ、いや、新宿歩いて行ける距離。サムネがどうしたの？え、サムネ？さん、ググってみたら5時53分かって詳しく出てきた。 W ありがとう。サムネって何。解放さん、うん、5時53分。サムネがどうしたの。5時53分か、間に合うな。間に合うね。モ
スさん、自分の放送録画を編集したら映画できるよ。映画配信業、映画配信業、ドキュメンタリH3 WWW サムネがどうしたのも面白い。誤算、アルタの横にチケット一番手チケット屋まだある？わかんない、アルタの横にはお店ないんじゃないかな。何サムネって、ごめん、誰かサムネについて何か言ってんの、意味が分かんないんだけど、どういうこと？アキエチさん、ボス優しいのは、ちょっと意味が分かんないんだけど、誰か教えて。ボスさん、ドキュメンタリー映画の方がまだ楽だよ。ああ、もちろん、たまちゃん、たまちゃん、いらっしゃい。ボスさん、卑猥なサムネ。卑猥なサムネって何？何が卑猥なの？ん？何の話してんの？卑猥なサムネ？え、何が卑猥なの？アキエチさん、見えてないのか W。え、何？卑猥なサムネって。え、何の話してんの？卑猥なサムネって。よくわかんねえな。ボス3個のサムネが宝剣の絵に。あ、そうなんだ。潜んないでよ、タマちゃん、絡んでよ。ホーケイチンコ、あ、ホーケイチンコ、お前らそういうの好きだな、小学生みたいだな。解放何時頃弾丸族収録くんの？アキエチさん、それにしょぼい手足がついてるのが面白いんよ W。 なんか、わかんねえわ。まあまあ、面白いんだろうな。さん、17時30分にはスタジオ入りしようと思ってる。17時半ね。じゃあミーティングしようか、その時に。誤算、いじんなや、でっかくなっちゃうだろ。解放さん、うん、お願いします。はいはい、打ち合わせしよう。入れるかな。ボスさん、受けた。間に合うかな。
ちょうど4時間一枠でちょうどいいかもしれないな。そうしよう。もちろんもちろん、チラシ何枚欲しい？統合フェスのチラシ何枚欲しい？結構多めにもらったから、多めにあげられるよ。2枚あればいい、 OK。 じゃあ2枚あげる。 OKOK。 今日そんな寒くないんだな。シャッタースピード何秒で切ろうかな。10秒かな。うわっやばい。まあいいか。動画のアーカイブ消すの忘れてたな。まあいいか、古いやつ全部消そう。あ、パソコン持ってきてた。大丈夫だ。危ねえ危ねえ。風があるのがちょっと怖いな。風があるってことはさ、あの三脚がブレる可能性があるから、それだけちょっと懸念材料かな。ただ前回よりうまく取れるはずなんだよね。頑張るわ。バーガープレゼントしました。バーガープレゼントありがとう。和戸監督、38万4000円編集用PCご支援よろしくお願いします。
門監督さん、現在84,000円、目標50万円、映像編集用 PC ご支援よろしくお願いします。シャッタースピードの時間でちょっと迷ってるかな。10秒で切るのか6秒で切るのか、どうしよう。バガありがとう、解放。どうしよっかな、8秒できるか迷う。8秒かな。どうしよっかな、6秒か8秒か、どっちが正解なんだろう。あれ？コメント止まったな。うわ、どっち行こう。喫煙所がある方と、喫煙所がある方と、迷ってるな。喫煙所がある方と、風景がいいけどタバコ吸えないところ、どっちがいいかな。タバコ吸いてんだよな。うわ迷うな。タバコ我慢すっか、映像選ぶか。しょうがねえな。うわー、タバコ吸いて。これしょうがないよね、タバコ吸えないのはね。コメントないな。モスさん、朝マックは？いや、あのね、カメラを固定するから1ミリも動かせないんですよ、4時間の間カメラを。カメラが一瞬でもブレたら終わりなのね。だから
ちょっと難しいかな。マックに移動するとかいう概念がないの。タイムラプス撮るときは。一服してからじゃ遅いの？一服してから行こうか。ただ4時間タバコ吸えないのはきついよ。一服してから行こうか。いや、この時間やってねえか、そもそも喫煙所が。じゃあちょっと向こうでタバコ吸おうか、一本タバコ吸ってから行こう。それで吸いだめしよう。夜明け5時何分つったっけ。まだ大丈夫だよね。1時間ぐらいあるよね、時間。多分間に合うと思うんだよね。タバコ吸えないのとコーヒー買っておいた方がいいかな。解放寝なくて大丈夫か。おっさん、タバコ屋が近い場所で三脚は？それを選ぶんだったら別ロケになる。それも考えた。あちゃんさん、ちょうど1時間後。風景が綺麗なのを優先するか、喫煙所が近いところを優先するかの2択。どうしよう、どっちがいい。風景だろう、風景だろう。ここは風景でしょ。綺麗な映像見たいでしょ。風景撮るか。しゃあねえ、タバコ我慢します。もう地獄だよ、タイムラプスは。まあみんながいるからね、雑談大丈夫だと思うから。延長します。アイテムご支援お願いします。延長します。喫煙所のタイムラプス、喫煙所を撮れば。いや、絵が面白くない、絵が面白くない。面白い映画撮りたいね。明け方まで1時間ちょうどいいかな。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。じゃあ行くか。ここからはちょっと禁煙ですよ、皆さん。タバコ吸いたいとの戦いです、まあ、ただ終わった後の一服は最高にうまいだろうな。頑張りましょう。
ね、そこが、この時間、うわこの風景もいいな、この風景も最高だな。この風景最高だな。これモーションタイムラプスやったらかっこいいよ。海宝さん、タイムラプスって撮るのに4時間もかかるの？かかるよ。俺に YouTube にタイムラプス載せてるけど、あの10秒間で1時間半ぐらい。要はね、10秒に1時間かかる。今回30秒ぐらいの動画、ちょっと長めの尺でストックさせたいから、映像を。まあ相当かかるだろうね。まあ一枠放送4時間、一枠雑談して帰るって感じか。だ1ミリでもカメラがブレちゃったらアウト、もうその時点で終わり。映像としてはお蔵入り。だ風が弱いのが救いだね。風が弱いのが救い。その分4時間かけるだけの価値があるっていうか、ものすごい精度の高いね、映像が作れるの。半端じゃなく綺麗だよ。撮影がうまくいった。前回は設定値をいじりながら撮っちゃったのね。だから目がチカ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 するんだよ。今回設定固定でいく。ただ俺がまだ経験が 2回目だからうまくいくか分かんない。うまくいったら嬉しいね。うまくいくことを願ってください。皆さんも時間をかければかけるだけいいものが撮れるんだね。映像って画質がちょっと低いのね。写真の方が画質が高いの、一瞬だから。だから画面いっぱいにフル映像、それを動画にするっていう感じ。しかもその写真の独特な技法を動画に持ち込めるからすごい綺麗になる。うまくいったらね。だ失敗したらもう1ミリでもその4時間の間に三脚が狂ったらアウト。三脚とカメラの電源が落ちたりとか、そういうもん。だその代わり幻想的な風景が撮れるんだよね。なんかこう自然界に普通にカメラを回したら撮れない風景が撮れる。だ頑張る価値はあると思うよ。映画の素材にも使えるだろうし。ただうまくいくかどうか作業してみないと分かんないね。4時間捨てる覚悟でやろう。頑張ります。
で、雲台っていうのを使うとね、さらにいいのが取れるんだけど、それは高いから値段が。決めないとな。下からの煽りで撮ろう。雲台っていうのはカメラを固定するための装置だね。カメラを固定する装置、それを電動で動かすの、ゆっくり。それはさすがにね、業者とかにレンタルしないとダメだね。高い、10万とかする。だ、それがあるともう本当なんだ、ドキュメンタリー番組みたいになる。カメラの固定位置、カメラの固定位置どっからがいいかな。あー、これ無理か。こっからかな。いや、上だな、上だな、無理だな、すりガラスがあるから。あ、やってるやってる、同じような人がたくさんいる。三脚セッティングしてみます。いけるかどうか。やってるわ、カメラ好きが。三脚の高さ足りねえ、持ってくればよかった。バカだな俺、またミスったわ。三脚の高さ足りないわ。あー、マジか、悔しいな。どうしよう、三脚の高さが足んねえわ。うん、ここはまあ他にもいるよ。無理だなこれ。あ、無理だわ、無理だ。うわ、どうしよう、三脚の高さが足りない。ああ、マジか、三脚の高さ足んねえか。うわ、どうしよう、場所移動する？あと何分？どうしよっかな、参ったな。他探すか。三脚のね、高さが足んねえわ。ちょっと移動しよう。こんばんは。失敗した。
要は機材が足りない。うわ、充電器忘れた俺。こんばんは。でもここだったらいい絵撮れるんだけどな。あ、見つけた見つけた、いける。よく見渡してみれば、あと1時間。いや、あのね、もう撮り始めないともう遅いね。いや、開けてからだと変化がないから、開ける瞬間を撮らないといけないんだよね。あちゃんコメント消して、ごめんね、あちゃん。三脚に重りつけてるから待って。動くな結構。
失敗するか微妙。こんばんは。うわあっぶね、パソコン持ってきてよかった。あっぶね、メモリーカード忘れてたわ。どうしよっかな。しなきゃ。ちょっと設定します今から。映像音声問題ない？映像と音声どうすか？記録方式がプロキシー記録方式、手ブレ補正なしの、手ブレ補正なし、メンズリリース許可、三分割法、飛行機設定、Bluetooth、音声は問題ない、OK。時間があと何分ある？ファインダーからそのマニュアル、パワーセーブ、クリーンモード、タッチパネル、USB 充電、給電あり、PC リモート設定、PC リモート設定いじんないと、その先、カメラ本体、で、フォーマット連番、日時記録、フォルダー標準形式、エクストラファイン、ここだ。16対9にして、あと49分で明るくなる、 OK。 4時間長いよ、こっから、こっから長いよ、みんな。16対9で今度動画設定、プロキシー、Wi-Fi 設定じゃなくてピクチャープロファイルだ。ピクチャープロファイルはどこだ。ピクチャープロファイル、ファイル、ピクチャープロファイル、ピーキングあり、あった、ピクチャープロファイル切り OK で、あとは画角を決める感じか。あれ16対9になってる。ピクチャープロファイル切り、ピクチャープロファイル切り、スタンダード、あれ16対9になってねえぞ。16縦横比、16対9、あ、なってるわ。
ントをどこに合わせるかだよな。系かな。動くな。三脚。うまくいくかな。うわ、超不安。三脚が動くね。結構。ガムテープでぐっちぐちに固定したい。どうしよう。一回シャッター切ります。うん、うまくいきそうな気がする。三脚が動くのか難点だな。三脚めっちゃ動くわ。うまくいくかな、これ超不安。どうしよう。不安しかねえな。準備はできたんだけど、今度はこっから4時間粘れる環境を作んないとダメだね。4時間微動だにできないから、それを今作らないといけないって感じ。延長します。アイテムお願いします。バガありがとう。バガありがとう。どうしよう。ちょっと配信一回切ってもいい？またすぐつけるから。配信一回切ってもいいですか？
いい。ちょっとじゃあ10分後集合で。じゃあ一回切ります。お疲れ。これでどう？これで聞こえる？どう？聞こえる？音きた？聞こえるかい？問題ない？じゃあ今から撮影開始します。5時17分です。2018年の11月の19日5時17分です。よろしくお願いします。行きますか。ポチポチとセッティングして。結構大変なんだよねこれ。シャッタースピード8でいこうかな。問題ない。まあ、まったり4時間やりましょう。まったり4時間。長いよ、ここから。音問題なく聞こえる？風が吹かないことを祈るばかりですよ。音聞こえる？聞こえる？
始める？行きますか？始めますか？じゃあ今から始めようと思います。ここから長時間長丁場なんで皆さんよろしくお願いします。おはよう笑い男。今何分経った？じゃあ今からスタートね。5時22分からいきます。うまくいくか成功を祈ります。ここからスタートです。あ、ちょっと待ってね。スタートを前にもう一回確認させて、一回画角を調整させて。じゃあ行きます。じゃあ行きますよ。いいね、ありがとう。アイテムありがとう。ちょっと不安だけど頑張ってみますか。そろそろ行こう。こっから長いよ、みんな。1枚目。3枚目。もうこれひたすらずっと繰り返すだけ。ずっとこの連続、これを4時間。厳しいでしょ。ひたすらシャッターを6秒おきに切り続けるっていう。手動1000円かかんのアプリに。だから俺の場合は手動でやってる全部。だから本当にアプリで1000円買っちゃえばほったらかして誰かが見張っていくっていうのを交代でやればいいから、仕事の場合とかだとそういうのが必要だね。俺はもう手動で全部やってる。あんまりそこに予算かけたくないから。まだ余裕が出てきたらね、それやろうと思うけど、今はあんま考えてないかな。手動だよ。シャッターの音とか聞こえんのかな。
地味な作業でしょ。あ、やべえ、三脚触っちゃったよ。やり直し。三脚ぶつけた。最悪。あ、ぶれてるわ。やり直しです。やり直し、ごめん。三脚に触っちゃった。うぜえ。今三脚に足が引っかかった。本当はね、ベンチとか用意するのが一番いいんだろうな。ダメだ、 USB 先に挿しておかないと。危ない危ない。寒いな。寒いよ。こんばんは、レナさん、こんばんは。楽しんでいってください。今駅ですね。
あと延長にの時間になったら教えてね。延長だよって教えて。みんな延長自動になってるかな。なってるか。チケット買わないといけないから。寒い。バカありがとうね。アイテムありがとう。延長代ありがとう。長丁場だよ。長丁場。やっぱ写真撮ってるわ。こう綺麗だから。寒いな。4時間タバコ吸えないっていうのが地獄だよね。何分に日が明けるっつってたっけ。あと20分ぐらいか。今回うまくいくといいな。うまくいくことを願ってるよ。うまくいくとね、綺麗な映像になるんだよ。びっくりするぐらい綺麗だよ。さっきも見てたけど、俺が今撮ってんのこれっすね。見せるね。こういうのを撮ってます。これでだいたい1時間半ぐらい撮影。今度
度は夜明けバージョン撮ってますね。うっすら雲が出てくれると嬉しいんだけどね、雲模様がね動くと綺麗になるんですよ。雲模様出ないかな。地味な作業でしょ。地味な作業でしょ。こうやって1枚1枚、要は1秒間24フレームっつって24枚の写真が動画なんだけど、1秒間に24枚の写真を撮るわけでしょ。それを手動でずっとやっていくの。俺は今1秒に10秒、1枚の写真10秒かけてんの。だから24枚、240秒で1秒の動画、その写真をつなぎ合わせるとこうなる。夜明けまであと10分かな。なかなか夜は明けないね。あと12分ぐらいか。まあ
まあ時間の尺的にはそんなに悪くないかな。ただ頭の中で計算してるから東京は6時ぐらいか夜明け。まあ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 東京の夜明けは6時20分か。まあまあでも30分ぐらい撮影して2秒ぐらいの尺稼げるから 2秒間暗闇でもいいかな。ちょうどいいかも。あ、俺の根性が持つかどうかだね。あれ？パソコン充電されてなかった。あとは風とかで三脚が傾いたりしなければ。寒いね。寒いっすね。これでもね、夜中のあの夜とかの田舎とかの昼とかでやってもいいし、富士山とかでやったら絶景撮れるよこれ。要は景色がいいところでやったら最高。山とかね、いつかトライしたいね。いつかトライしたい。まだ写真の変わり映えはあんまりしてないな。晴れてきたかな。晴れてきたんじゃない、夜が明けてきたか。寒い。完成が楽しみだね。撮影時間が5時20分からだよね。要はね、夜が明けて、明ける前から明けるまでを撮らないといけないんだよね。あとはね、雲の動きとかが激しい日とかは最高。いや、雲と光のコントラストがある日はもう最高の絵が撮れる。雲の動きがめちゃめちゃかっこよく撮れる。まだ撮れてないんだけど、冬場は晴れるからな。ここ代々木駅か。これ代々木？あ、駅明かりがついたんだ。お疲れ様でした。バスターミンに乗って、
寒いね。メインカメラを借りて練習すればって、無理無理無理、200万とかするカメラだから、壊したら一生責任取れないし関係が崩れちゃうから、そういうことはできないよ。やっぱカメラマンガチでやってる人だから、その人は本業で使ってるカメラだろうしさ、ね、それができたらいいんだけど、俺もほらやっぱカメラ何回か落としたりとかしてるから、自分のだからそういう無茶な撮影ができるわけじゃん。そのジャンプ飛び越えてみようとかさ、ちょっと厳しい条件下でも撮ろうっていうの、自分のカメラだからできるっていうのあるから、うん、自分の作品だとそれができるんだけどね、なかなかやっぱり人のカメラでそれはできる。開けてきた、夜が開けてきたよ、いい感じ。あー、明るくなってきた。大丈夫だよな、画角ずれてないよな。これでもね、風で一発でも煽られたらアウトだかんね。いい感じになってきたな、いい感じになってきてます。今のところ順調、30分、なし。わあ、いいいいいい絵だ、いい絵だ。シルエットが出てきたよ、いい感じです。シルエットがいい感じに出てきた。ちょっと8時過ぎたら邪魔になるから消えようね。8時だったら通勤ラッシュでここ通らないと思うけど、ちょっと人が増えてきたら帰ろう、歩いて。今はもうガラガラだから誰もいないさ、邪魔になんないからいいけど、やっぱりねこれから仕事の人の邪魔したくないから。 YouTube 用じゃないよ、映画用だよ。もともと映画にも使うし、俺がカメラの練習をするっていう全部伝えてるよ、ケイチ。それは購入するときに価格を覚えないといけないし、やっぱりその自分がカメラ触っておかないと作りたい絵が見えないから、だからカメラ買わせてくれっていう、レンタルでもいいんじゃないっていう案はあったんだけど、レンタル毎回毎回借りてたらやっぱキリがないから、毎日触れるカメラが欲しいっていうことは伝えて、もちろん映画用だよ。メインカメラにはしないということは伝えてる、伝えてる。わあ、明るくなってきた、いいな。いい感じだ。わあ、いい絵だな、これ。いい絵が撮れてる。おはよう、金魚姫。おはよう。まあ、そのメインの映像はほら俺の作品としては残していくから、個人のそのショートムービーとかさ、 YouTube とかに上げる作品、うん、だから YouTube の作品は全部俺の作品だから、そこでは使っていくよ、ちゃんと。
れ、バッテリーがついてない？バッテリーがついてない。え？ちょっと待って。バッテリーがつながってない。ちょっと待って。バッテリーが繋がんない、なんで？え、バッテリーが繋がんない、なんだ？なんだろう。え、なんで充電されないんだ。え、え、断線？え、なんかおかしい。バッテリーが繋がんない、なんだ。トラブルなんだけど。え、なにこれ。コンセント、あれ、放送見れてる。うわ、なんだこれ。え、なにこれ、壊れたかも。え、何これ。え、どういうこと。え、放送見れてるよみんな。え、どういうこと。え、どういうことだこれ。見れてる。バッテリーがおかしい。充電ができない。なんで、なんでバッテリー充電されないの。なんかおかしいな。どうしよう、機材がおかしい。なんでだ。え、どうしよう。うわ、開けてきたのに、なんだよ。いや、なんかコンセントから充電されない。バッテリー持ってきたんだけど、コンセントの電源供給がされない。うわ、今いいとこなのに。なんかおかしいわ。
どうしよう。パソコンが充電されない。俺一人でここであと4時間もいんの？無理だよ。なんかおかしい。さっきまでできてたんだ。なんだこれ。あと 8%。 なんでバッテリー充電されないんだ。なんで？こんなこと今までなかったのにな。レッツメートかな。なんかレッツノートがっぽい。グラグラしてる。レッツノート壊れた？なんかレッツノート側がグラ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 してる。壊れたかもしんねえ、レッツノート。これパソコン側だ。どうしよう。うわ、パソコン側だこれ。マジか、ちょっと待って。パソコン壊れた？なんかグラグラしてるよ。うわ、パソコン側だ。うわ、どうしよう。これ、パソコンだわ。どうしよう。これがないと仕事になんねえんだけど。パソコン側だ。グラグラ。やっぱ、ごめん、ちょっと放送落ちるかもしんねえわ。パソコン壊れた。マジかよ。マジかよ。ごめん、放送外でやるわ俺。あと2時間っていうか、パソコン壊れた。見れてる今。いや、スマホでリモコンにしてるから、写真撮ってるから無理。どっちか。うわ、最悪、パソコン壊れたわ。マジ最悪。うわぁ、マジか。これバッテリーじゃねえな。グラグラしてる。うわ、マジか。もうパソコンの充電するところがグラグラ。なんでこん基板壊れたな、これ。マジか。超へこむ。これパソコンだわ。接触不良起こしてる。レッツノート2年。最悪。ちょっと帰りだけ配信するわ、歩いて。もうマジか、超へこむ。なんでだろう。レッツノート死んだわ。グラグラだわ。レッツノート側に挿すプラグがグラグラだから給電されてない。マジか。まずいね。ごめんね、一旦ここで終わりにするわ。パソコンの電源が落ちたら、多分もう少し落ちると思うんで修理するよ。また余計な金かかんじゃん。マジか。
これ帰ってからだな。っていうかパソコン配信しばらくできなくなります、申し訳ない。とりあえず写真の方は続けるわ俺2時間このまま。あー最悪、大事に使ってたのにな、なんでこんなグラグラしてんだ。完全に接触不良だもんな。